あこんにちはモリです今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日は JLPT の N4、JFT の A2 に合格するためのミニテスト、え言葉のテストですえ。11回目になります。はじめに紙と鉛筆を用意してください。この動画には問題1、問題2、問題3があります。問題1には質問が4つ 問題2と問題3には質問が2つずつあります。ですから問題ページは全部で3ページで質問は全部で8つです。1ページにつき動画は5秒しかありませんから動画を止めてポーズで止めて質問に答えてください。8問を5分で答えてくださいね。答えは1、2、3、4の中から。 一番いいものを一つ選んでください5分経ったらやりましょうね問題の後に回答の動画があります答えだけを知りたい方は最後動画の最後だけ見てくださっても構いませんよでは始めましょうご自分のスマホのタイマーをセットしてくださいね自分で5分測ってくださいでは始めましょう はい、終わりです。5分経ちました。あなたの、えー、タイマーは終わりましたかでは、今から回答をします。簡単だった、もう答えだけ知りたいっていう人は、もうこの動画の一番最後に行って答えだけ見てくださっても構いません。えー、難しかったなと思う人は、今から私が回答しますので、説明をしますので、それを聞いて勉強してください。問題1、カッコに何を入れますか 1, 1病気なら格好をしないでください。1ケガ2風邪。3無理4なりさあどうですか何番だと思いますかはいケガは injury 風は cold catch a cold 無理というのは impossible とか、do something too much という意味です。このなりっていうのは、こういう言葉はちょっとないので、無理とちょっとなりをあの変えてるだけですね。これは分かりません。意味は分かりませんね。そうすると、病気なら、if you are sick、病気なら、何々をしないでください。ということで、えー、さあ、どれが正しいでしょうか はい、3番の無理をしないでください。病気なら、病気なら無理をしないでください。病気なら、don't do something too much。無理をしないでください。が正解になります。はい、じゃあ次。2番いきます。朝起きたらシャワーをかっこ。1、かけます。2、浴びます。3、 取ります4、拭きます。さあ、この答えの意味ですけども、朝起きたらっていうのは、あの、when、uh, you get up? <laughs>、uh, in the morning, 朝ね、起きたら、シャワーをで。シャワーとフィックスの動詞を探せばいいんですけども、えかけるというプーですかね。浴びます。シャワーを浴びる。 Take shower. シャワーを浴びるっていうのがこれがフィックスになってますね。取りますいろんな意味が吹きます、スイープ、ります、テイクとか、ね、いろいろありますけど、シャワーの時にはシャワーを浴びるという,風に、えー、言うのがフィックスのエクスプレッションになりますから答えは2番。朝起きたらシャワーを浴びますが正解です、はい。では次3番。 このトレーニングは括弧ですが役に立ちます。1、厳しい。2、寂しい。3、涼しい。4、正しい。トレーニングですね。トレーニング。トレーニングって書いてあるのはトレーニングのことですけども。何々ですが、but ですね。役に立ちます。useful という意味ですね。役に立ちます。ですから反対の意味。役に立つ。 というのがあのポジティブなイメージだと、ちょっとこっちネガティブなイメージが来るんですね。ここバットですからねで。それで、厳しいは、ハッシュとか、ストリート。寂しいは、ロンリー。涼しい、ク、cool、ー。正しい、ライト、o r コレクト。そうすると、役に立つ、バッ何々ですが、useful というのが、一番トレーニングに、えー、合っている。 表現は、はい、<laughs> 厳しいですね。あの、寂しい、トレーニングが寂しい、トレーニングが涼しい、トレーニングが正しい、正しいトレーニングというのは時々言うかもわかりませんけれども、あの正しかったらこれは、but ではありませんからね、えー。寂しいも涼しいも使えません。このトレーニングは厳しいですが、あとても harsh tough training という感じですかね役に立ちます but 役に立ちますということで厳しいネガティブ but positive useful ということで厳しいですが役に立ちますと言いますはいじゃあ次は、えー、4番もう日本にかっこ1なりました2習いました3 並びました。4、慣れました。さあ、これはどういう意味かなっていうことで、日本に、もう日本にな、えー、りました。b e c 習いました。これ全部タフォームですよね。えー、習います。リクショナリーフォームだったら、learn、並びますだったら、stand、in a line、なれましたら。get u s d それで、日本にっていうんですから、これは。 番が正解になりますもう日本になれました。正解は4番になります。はい、じゃあ次、問題2。アンダーラインの文と大体同じ意味の文はどれですか ?5。この名前は珍しいです。1。この名前はたくさんあります。2。 この名前は人気があります。3、この名前は少ないです。4、この名前は恥ずかしいです。さあ、それで、この名前は珍しいです。っていうのは、Rare という意味ですね。珍しいっていうのは Rare。えー、1番、この名前はたくさんあります。ということは、Many という意味ですね。この名前は人気があります。Popular。えー、3番、この名前は少ないです。 この名前は恥ずかしいです。エンバラスとかアシ m とかいろいろと恥ずかしいっていう言葉がありますけども、えー、そうすると、レアと同じ意味はこの few にありますね。ですから答えは3番この名前は珍しいです。この名前は少ないですが同じ、大体同じ意味の文になります。では次、えー、問題の6番 雨ですが、仕方がないので出かけます。1、雨ですから出か,出かけたくないですが行きます。2、雨ですが、傘がないので後で行きます。3、雨ですから出かけなければなりません。4、雨ですが、すぐにやみますから出かけます。でこれの意味ですけども、雨ですが、雨が降っていますが、 仕方がないので cannot help. I have to go. 手をかけます I have to go. ですね。えー、それでこれ乗ってるの一番乗ってないです。二番ね。雨ですが It's rain. it it raining. It's raining. が傘がないので I have no、uh, umbrella. あとで行きます I will go later. あとで行きます Later. さあ3番、雨ですから、because it's raining. 出かけなければなりません。I must go out because it's raining. 出かけなければなりません。えー、っと、I must go. 雨ですが、すぐにやみますから。出かけます。I think it will stop soon. It's raining. It's stop、uh, soon.、えー So that I will go out in the rain. ということで、雨今降ってますが、出かけますよ。すぐにやむと思いますという意味ですね。さあ、それで、えっ、ー、と、この1番。雨ですが、仕方がないので出かけます。It's raining, but I can't help to go out.1 番は雨ですから、出かけたくないですが、行きます。I won't go out because it's raining, but I will go. I don't want to go out, but I, I will go. ということで、同じ仕方がないので、I cannot help to go out. 出かけるんですね。えー、仕方がないので、cannot help。出かけたくない。出かけたくないけれども、仕方がないので、出かけます。ということで、一、えー、番が正解になります。一番が雨ですが、仕方がないので、出かけます。 雨でですすすかから出かけたくないですがいきますこれが同じだいたい同じ意味になりますはいじゃあ次の問題問題3次の言葉の使い方で一番いいものはどれですか ?7 番、えー、も7片付ける1ビールを冷蔵庫で片付けます2顔を洗って歯を片付けます 3、机の引き出しの中を片付けます。4、シャツを洗濯機で片付けます。さあ、どの使い方がこの片付けるで一番、えー、いいでしょうかねさあ、意味ですけども、片付けるっていうのは、クリーンアップとかタイディアップという意味になります。さあ、それで、 ビールを冷蔵庫で片付けます。これもおかしいです。バツですね。顔を洗って歯を片付けます。バツ。シャツを洗濯機で片付けます。片付けますはこういう意味では使えません。ビールを冷蔵庫で、えー、冷やしますが来るかな。顔を洗って歯を磨きますという言葉が来ますね、えー。4番、シャツを洗濯機で洗いますというふうに使いますね。 フィックスバーブはそうなりますねで、えー。机の引き出しの中を片付けます。I tidy up inside of the drawer of my desk.Tidy、ね、up. これを、えー、片付けるという言葉はこの tidy up drawer inside of the drawer of my desk. ということで同じ 一番いい使い方、一番いいもの、他は全然だめです。一番いいものにもねあのねこういう使い方は×、うん、になりますけども、3番の使い方がこの片付けるの正しい使い方になります。答えはですから、3番、机の引き出しの中を片付けます。はい、では次、8番、無理。 1>, 1番、うちにあるものをまた買うのは無理です。2番、無理をして病気になりました。3、私は豚肉が無理をします。4、無理ですから心配しないでください。さあ、無理っていうのは impossible とか、それから、do something too much という意味ですけども。 うちにあるものをまた買うのは無理です。これも文章おかしいですね。えー、3番、豚肉が無理をします。<laughs> もう全く文章になってないですね。こバ×は日本語になってないです。無理ですから心配しないでください。これも×で、ね。そうすると残ったのは2番だけですけども、2番は、After I did something too much。なんかすごいたくさんの、あの、too much のことをしたので、I've got sick. 無理をして病気になりました。という。 時にこの無理っていう言葉を使います無理をして病気になりました。という時に使います。答えは2番になります。はい、これで問題が8つ終わりました。答えは問題1の1、3、2、2、3、1、4、4。問題2は5、3、6、1、 問題3は7が3、8が2です。えー、これが赤いのが正解ですさあ。あなたは8つのうちいくつ答えられましたかはい、これで今日のテスト終わります、えー。11回目が終わりました。もうあと少しありますからね、最後まで一緒に勉強しましょうね。えー、登録をしてくださったら、プリンサブスクライブ登録をしてくださったら、 新しい動画ができたときにお知らせをいたしますので、ぜひ登録の方もよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。